おい、ちょっと人の楽屋に押しかけて何やってんだ。南を取り囲むな。悪い、イスミ。桜目の暗号の件で聞きたいこととかあるんだ。暗号？どういうことだ、ソウド。僕たちの歌の歌詞に奇妙な暗号が隠されていたんです。それについて夏目さんが何か知っているようで。そうなのか、ミナミ。さあ夏目、おとなしく話したくね。悪いようにはしない。当然ですよ。なぜ私が悪いようにされなきゃいけないんです。歌詞のこと何かご存知だったんですよね。知りません。あなたがあの歌詞を書かれたんですか。さあ。教えてください。お願いします。トーマさん。毎回毎回俺に振るなっつーの。ごめんなさい。つい、トーマさんいい人だから。いい人じゃねえって。でもまあ、みんなも話だけ聞いてやってもいいんじゃねえか。秒でほだされましたね。ありがとうございます。実はなんだこれ。今まで気づかないで歌ってたのか。夏目は気づいてたはずだ。だから言ったんだろう。あの歌を歌う凪は素敵だ。最上級の皮肉だって。お願いします。教えてください。僕たちもこことを荒立てたくはないんです。話した方がいいんじゃないか。大阪の人間がことを荒立てたくないっていう時は、荒立てるプランが頭の中にもあるぞ。見かけによらず物騒な人ですね。そんなことはありません。二道さん、誤解させるようなこと言わないでください。まともぶりたいのも大阪流だな。いつだって笑顔で包丁を向けてくるのさ。あんたもそうちゃんと一緒にカレー作ったことあんの？あれ？玉木君。はい、もう言いません。
ナギはどこに行ったとおっしゃってましたね。六夜さんの行方がわからないのですか。そうなんだ。アイドリッシュセブンを辞めるって手紙を残したけど、そんなのあいつの本意じゃない。さくらはるきを人質にされて誰かに言うことを聞かされてるんだろう。あんたはそいつを知ってるんじゃないのか。か皆、知ってるなら教えてやれよ。どうしてそう日の丸さんはお人よしなんですか。お人よしじゃねえよ。だがお前らの誰がいなくなっても俺は全力で探す。お前らは分かんねえだろうけど、メンバーがいなくなるっていうのはそういうことなんだよ。ノーマッドの時のことですか。か、一緒にいつまでも歌えると思ってた。やめたいって言われてもなんとかなるって。本当は歌いたいはずだからって。だけど誰もいなくなった。何もできずにあっけなく終わっちまった。引き止める力も言葉も俺にはなかった。寂しかったよ、すごく。トーマ、ごめんなさい、辛い話をさせてしまって。いいよ、もうだいぶ吹っ切れたし。トーマさん、トーマさんに今一緒に歌える人たちがいてよかったです。そうだな、ありがとうリク。あ、何の話だっけ。わかりました。夏目さん、私の知る限りでよろしければお話ししますよ、六夜凪さんの。ナギ・ヴァルハルト・フォン・ノースメイヤ、それが六夜凪さんのノースメイヤでの名前。ノースメイヤの王室の第二王子です。ノースメイヤの王子、やっぱりの話。ノンフィクションですよ。あの方はノースメイヤのロイヤルファミリーの一員です。
王室関係の権利や資格を今は返上されていますが。どうして？六夜さんの存在が王位継承者である第一王子セトランバルト・フォン・ノースメイヤ殿下のプライドを刺激し続けたからです。争いを避けるために返上したのでしょう。セトさん、国民の人気や実力では六夜さんの方が上でした。その語学力や外交力で幼い頃から国際社会の要人に愛され、小国のノースメイヤに注目が集まるきっかけを作った。ですが王室内ではアジアの血が混ざる六夜さんをよく思われない方も多かったそうです。そんな中でランバルト殿下は唯一の彼の庇護者でした。いい方だったということですか？わかりません。六夜さんの人気を利用したかっただけだと伺っています。そういえばあいつ仲が悪い兄弟がいるって言ってた。ランバルト殿下はノースメイヤを変革しようとしている。そのために六夜さんの人気が必要なんです。だからさくらさんを人質にしたのかもしれません。さくらさんはこうなる未来を予想して凪さんの元から姿を消したんです。南はなんでそんなこと知ってるんだ？ノースメイヤのやつはみんな知ってるのか？いいえ、ノースメイヤの方々は王室は愛に満ちた理想の家族だと思っています。じゃあなんで？さくらさんから聞いたんです。私は一時期さくらさんと一緒に暮らしていました。さくらさんってさくらはるきと？居場所を知ってるのか？ナギはずっとさくらはるきを探してて。今の居場所は私にも分かりません。人質にしたと書かれていたでしょう。さくらさんはノースメイヤ王室の管理下ですよ。病気で弱って残る時間も少ないのに、六夜さんのやんごとないご事情に巻き込まれたせいで。みんな、あなたたちには申し訳ありませんが、こうなったことで私は安心しているんです。六夜さんを脅すためにランバルト殿下はさくらさんを延命しようとする。あの頑固な分からず屋に治療を受けさせるでしょう。六夜さんがさくらさんを心から友人だと思っているのなら、日本には戻ってこないはずです。さくらさんが生きている限り。六夜さんもそう望んでるんじゃないですか？友人の最後は見取りたいでしょうし、ノースメイヤは今、いろいろと問題が起きてますから。
愛する祖国を守るために、友人のために。六夜さんはアイドリッシュセブンから抜けるしかないと思いますけど。そんな…ズールさん、失礼します。アイドリッシュセブンさん、こちらにいらっしゃって。あ、よかった、ここにいた。そろそろ出番なんで、戻った方がいいと思いますよ。わかりました、行こう。時間取らせて悪かったな、夏目。